待ってましたこの日を。なかなかね難しくて子供も連れていくか悩んだりもしたんですけど、みんなやっぱり見たい、楽しみにしてたので再会を、ね、来ました。やはり、お客さんというもののやっぱり力を感じますし、選手も何ですかね、やっぱりお客さんあっての、スポーツだろうサッカーだろうっていう、ね、思いに今日も、ね、なったと思うので、やはりそこのところで同じこう喜び合えるっていうのはゴールだと思うので、とにかくサポーターの方には、ね、ゴールというもので恩返ししていけたらなというふうに思っています。久しぶりにお客さんが入った中でサッカーをすることができましたけど、まあ、やっぱちょっと独特な雰囲気といいますか、人が入ってるけど、まあ、あまり声が出せないということで、拍手で反応してくださったりとか、でもそれだけでもなんかすごい、あ、やっぱいいなっていう、お客さんの前でサポーターの前で試合ができるっていうのは本当に幸せなことだなっていうのをしみじみ感じながら、試合に行きましたし、またそうやって見に来てくださった方々に勝利を届けられて本当に嬉しくないですし、本当にそこですね、クラブとしても、まあ、J リーグとしてもこうやって人が入ってゲームができたっていうのは大きな一歩になるんじゃないかなと思います。